古の魔女の慣れの果てとも言われているわ。でもその正体はこんなおとぎ話があるわ。昔々、そのまた昔、魔女と悪しき神の間で激しい戦いがありました。戦いは数百日に及び、何人もの魔女が死にました。圧倒的な力を持つ悪しき神に力で劣る魔女たちは苦戦を強いられ、敗色濃厚。しかしその最中、魔女の一人が偶然にも秘術を編み出しました。今では禁断と呼ばれるその秘術によって、魔女たちは神に対抗しうる肉体を手に入れることができたのです。見るもおぞましい姿になってまで力を手に入れた魔女たち。それでも戦いは続き、最終的に魔女たちは悪しき神に勝利します。でも死んだ神は世界に災いを振りまいたのでした。多くの魔女が死に、また災いによって人々は苦しんだのです。まあ大体こんな話ね。まあ古いお話よ。真偽もわからないおとぎ話だけど、これ百鬼兵ちゃんはどう思う？って聞かれても分かるはずないわよね。そもそも僕年人か。まあここにあるのはその時に死んだ魔女の化石と言われているわ。今ではその秘術は失われた術と言われてるけど、どんな術だったのか。まあそんないわくつきの遺跡ってわけでも、これが動き出すことはないから、先を急ぎましょう百鬼兵ちゃん。おいおや、
おっきょぽ。合言葉は無言。正解だべ。おや、誰だおめ。おや、あ、まあいいや、あ、これ。オラはナハブ。んで、おめさは一体誰よ。そいつが呪術師？ちょっと確認しなさいよ。と、百鬼兵ちゃん、あなた僕年人で没交渉だったわね。あ、でも手紙があったんだわ。それを渡すのよ。お、なかなか気が利くでねっか。最近風邪気味なんだ。これは想像の斜め上展開だわね。リカちゃんも寝ているし、さてどうしたものかしら。それでおめさ、何しに来たんだ。どうせそのあたりでのたれて飯にでもありつこうって魂胆だな。どうだ、おめなんかに食わせる飯はねえんだが、実は一つ頼みてえことがあんだべ。この崖の上にピラーがあんだが、まあピラーつってもわかんねえだろうが、すんごい魔力を出す。ね、その柱にはそれを守る守護者ってのがいいんだけど。何、ほら、あの小口虫ってのが、おめさ、ちょっとは戦いますって面してっけど、もしそいつを倒し、どうだ。ただ死んでも化けて出んじゃねえぞ。なんというご都合主義。いえ、グッドタイミングかしら。ピラーさえ咲かせればリカちゃんが直接そっちに行って話をつけられるってことですもの。まさに願ったり叶ったりじゃない。やりましょうよ。どうすんだ、やるのかい、やらねえのかい、どっちなんだい。わき、おお、やるだか。
ま、とにかく他人。
北極を。やっぱりピランが出てんじゃねえか。おめえがコクチムシを倒しちまったか。それにしても もしかして抜き足呼吸くおな、あ、なんでかのいおきぽいいものが出ているじゃないか。何をしている。さっさと咲かせるんだ百鬼兵。おい、お前、何するつもりだ。ギョギョギョ、な、なんだ、ピッ、ピピピ。それに、なんだこ。なんだ、おめえ何者だ。私は偉大なる沼の。あ、おいおい、あ、大丈夫か。とりあえずうちの中に運ぶべ。なんだ、おめえ四組たらマナニアでねっか。そんでもまさかピラーを咲かせちまうとはな。いや、おめえもしかして喋れねえんか。まあいいべ、約束の飯は食わせてやんよ。で、こんのおなごはなんだべ。うん、痛い痛い、腹が破れそうだ。おい、ナハブとやら、お前がキリキリ様を沈められるという呪術師か。キリキリ様だって。そりゃまた懐かしい名が出ただな。大魔女ウルカの絵本ではうつしのことをそう呼んでたっけか。で、キリキリ様が何だって。この腹だよ。お前が呪術師ならこれが治せるかと聞いているんだ。ああ、確かにオラは呪術師だのも。まあいいべ、診察すんでちょっと見せてみ。さあさ、すっぱだかになって横になるべ。うん、だからすっぱだかになってだな。まあオラほどの呪術師になっとそのままでも見れるで、今回はそうすべかな。間違いね、やっぱこいつはうつし。うつし、うつしはうつしだ。おめえがキリキリ様って呼んでたのさ。魔女特有の病みたいなもんだ。まあ症状はいろいろあるけど、大抵は諸症状の博覧会みたいなもんだ。つうかおめえ、そんなことも知らずに魔女をやってんのか。
とんでもねえやつだな。まったく師匠の顔がみたいで。私の魔術は独学だ。師匠などいるものか。生まれついての大魔女だからな。大魔女？おら実際に会ったことはねえけど、もし砂人の魔女パープルピールか、それとも花の大公爵バレンティーヌ公か。うん、女のと一緒にするな。私はわかっただ。白氷の魔女リリーだべ。そう、いや白氷のはもっとスラリとしているって聞いたことがあるだ。でもまさかおめえ、あの霧の魔女ネザリア公じゃあるめえな。全然違う。私は沼の魔女メタリカ様だ。モタリカ。メタリカだ。ムラリカでもマタリカでもメタリナでもねえってか。そんな名は聞いたことねえぞ。だったらその薄らぼけた頭に今ここで刻み込め。今すぐキリキリ様を何とかしてみせろ。命が惜しければな。おいおいアホ国でね、状況をよく考えてみれ。オラのピラーをぶっ壊した魔女娘をなんで助けなきゃなんねえんだ。でもまあ父もませてくれたら考えてやらんこともねえべ。よし、いい度胸だ。もう除霊はいい。今すぐお前の腹綿をぶちまいて三枚に下ろしてやる。そこに直れ。ちょっと待つだ。ついできちまった出来心だべ。色心だで。それにおめさんその腹なんとかしてんだろ。オラを殺したら治んねえぞ。それにそこまで写しが進行していたらおめえもじきに死んじまうかもしれねえぞ。そこまで巨大化してたら自然に抜けるなんてことはねえだからな。じゃあつべこべ言わずに除霊を始めろ。だどもその腹を治すにはクーリフがいるだが持ってんのか。クーリフ、なんだそれは。さっさと出せ。この谷の翼人たちが持っているだが、昔はオラもピラーの守護者だってんで献上されてたんだけどもな。ピラーの守護者じゃなくなってからはちっとも持ってきやがらねえでよ。ってわけでクーリフはめったなことじゃ手に入らん代物ってことだ。翼人の連中が持っているんだね。そういうのは得意なんだ。じゃあ早速。痛い。百鬼兵ちゃん、とりあえず一度リカちゃんを連れて戻ってきてよ。待ってろよ、ナハブとやら。クーリフだかなんだか知らんが、すぐに見つけてやるからな。やっと言っただか。これでクーリフを翼人から力ずくで手に入れたものなんて、これそれによそ者。しかも魔女のマナニアがここをうろつくなんて、キルケが黙ってねえべよ。
おい、お前すごい熱だぞ。ちゃんと寝ていろって言っただろ。痛みに波があるみたいだけど、苦しみ方がだんだんひどくなってきたわね。すまない、こいつ私が目を離した隙に。でもそれは仕方ないわね。百鬼兵ちゃんじゃ交渉はできないし。で、そのクーリフというのが必要になったのか？そうみたいね。でもそんなの聞いたことないわ。でもかなりのお宝と見たわよ。私のお宝センサーがビンビン反応しているもの。だが、そう簡単に見つかるのか？見つかると信じれば案外何でも見つかるものよ。さあ全身あるのみよ、百鬼兵ちゃん。どうやら翼人の国は禁断の地のさらに奥にあるようですね。せめてうまく交渉することで譲ってもらえるといいがな。何を甘いこと。おい、起きるなって。百鬼兵、構わんから、翼人を見つけたら片っ端から締め上げていけ。そんな。私もリカちゃんに賛成よ。翼人は他の種族とコミュニケーションを好まない非常に好戦的な連中よ。交渉なんてしていたらこっちが危ないわ。しかしこのアマちゃんめ、こっちは死にそうだというのに。では百鬼兵様、急ぎよろしくお願いいたします。